それは何でしょうか。これが軒紙っていう、これから貼る傘の軒先に貼る紙になります。はい、それは和紙。和紙です。で、ペット置いて、紙になんというか切れ目を入れるんですね。ちぎって切れ目を入れて、この糸、軒糸をこう包み込むように紙を半分に折って貼り合わせていく。はい、やってみます。いいす、本当にいいですよ。つるつるを下にして板に置いてください。つるつるしたのか。で、その上に糊をつけて、はい、あんまりつけないんですか。はい、こんなもんですかね。で、そうですね、ずっと今糊を塗った面を下にして、下にここに載せますので、ひっくり返す感じで。こうですね。そうです。で、先に紙をバーッとざっとでいいので置いちゃって、頭に戻って、この紙端は今骨上に乗っちゃってますけど、はい、もうちょいこっち紙に2センチぐらい、そうそうそう。で、この紙の、私は骨の、こっち端の角で切ってますね、紙を。で、この切った紙を、裏側に持っていく。裏側に持っていって、合わせる。合わせる。いや、もうおっつけになっちゃったな。飽きっぽいタイプかな、これやっぱ。性格出ちゃう。ああ、まずい。やめときます。まあ、性格出るのは分かります。私も結構これ人によって性格出るなと思います。あ、そうですか。うん、何か試された方いらっしゃるんじゃないですか。あ、やっぱりそうですね、保存活動されてる保存会の方も、はい、ありがとうございます。体験会みたいな、めちゃくちゃだよねこれ。で、取っちゃう。こんな出来栄えですね、和田先生の。全然違いますよね。この辺だいぶ綺麗に貼れましたよね。ちょっと慣れたところだね。そうです、そうです、そうです。そこでこう、この辺多分ちょっと疲れちゃった。おだてられちゃったからっていう感じの軒でした。軒、はい、ありがとうございました。はい、材料自体は高いものでもないんですか。そうですね、和紙もピンキリなんですよ。ほうで、やっぱ機械付きの和紙と手付きの和紙があって、うん、手付きの和紙はやっぱり高いんですね。昔ここが盛んだった頃は、はい、紙付きが盛んだった地区が隣にありまして、はい、あ、紙付きもこう有名なんだ。そうです、そうです。で、それが久方和紙っていう、これ私がそこに行ってついた久方和紙なんですけど、はい、飯田市、隣の飯田市に久方っていう地区があって、はい、そこの久方和紙が当時盛んだったらしく、最近はちょっとその久方の方でもやっぱ紙すき職人がいなく、廃業されちゃって、すく人がいなくなったらしいのを、これ作ったことはないですね。これで作っ、あ、で、それを最近やってるんです。これかな。これなんかは、その本当にそこの久方っていう、はい、久方のマークなんですけど、この傘は久方和紙で全部貼りました。貼る傘の紙ってのは今ここにちょっと、はい、垂らしてあるけど、そうです、こういう型紙を使って。型紙あるんだ。あ、まあ、作って、今私は8枚なので8分割みたいな、6枚貼りでやってますね。なのでちょっとこれは型紙なんですけど、このサイズで、はい、最近は貼ってます。あ、なるほど。なのでこれかな、このサイズですね。はい、あ、そして、あ、だからここで字も字書けばいいんだね。そうですけど、大体は貼った後に書きますね。字も上手くないとダメだね。じゃあ、字は私は字は書けないので、はい、字も型紙を作っちゃってますね。そういうことか。さっきの亀田屋さんの亀田がここに亀田屋ですね。パソコンで。これ自体の出力はパソコンのフォントを出力して、でそれを傘に転写した後、墨でなぞる感じ。下手なりに、うん、あ、綺麗だ。絵を描いたりはしてますね。うわ、これは何の花。あ、何の花に見えます。何の花。何の花ですよね。よかった。うわ、これはもう、いや、すごいですね。すごいですね。
絶対に二度とやらんと思ったんですけど、うん、春頃雨が降った時に作ろうと思ったんですかとか言って、これはそうですね、でも結局時期がずれて夏に完成しましたね、はい、これあの飯島町って、はい、あの下伊那になるのかな、はい、にあるんですけど、その飯島町の協力隊でわら細工をやってる方がいらして、亀ですね、でその方がそのお声掛けいただいて、はい、それでいろいろ話しててぜひコラボしましょうって言って作ったコラボのわら和傘、はい、あ、穴開いてますけど、穴じゃないんだよねこれ、デザインです、デザインですね、へえ。と変わって可愛いですよね。これ貼るの大変なんじゃないですか。めちゃめちゃ大変でした。その飯島町と高木と両方に置こうって言って、はい、あの2本作ったんですよ。はい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 。したら目音みたいになったもんで、あ、赤とね。そうなんです。そしたらこの間その飯島町のその協力隊が、はい、今度結婚するっていうので、はい、この2本のついであの前撮りしてくれて、よかったじゃないですか。そうなんです。結構やっぱり決まってました。あ、和装での前撮りだったので。はい、こんにちは、長野インターネットお仕事と申します。こんにちは。こんにちは。今日は、長野県は高木村に来ております、はい、後ろに映ってますけど傘ですね、はい、傘の職人さんにお会いしに来ました。ちょっと自己紹介お願いします。はい、高木村で地域おこし協力隊として活動しています水谷です。水谷さん、はい、今後ろに映ってる傘は、はい、まあ、どんな傘なんでしょうか。こちらの安島傘、はい、この安島地区、高木村には安島地区という地域がありまして、そこで傘屋が集中していて作られてたので安島傘と呼んでるんですけど、この安島傘は傘の種類でいうと番傘という普段使いの傘になります、うん、よく蛇の目なんてこう言うんですけども、はいはい、それとは違うんですか。そうですね、蛇の目傘っていうのは、これよりも、もうちょっとこう細身で、はい、シュッとした高級感のある、うん、ちょっと上品な傘が蛇の目傘になります。なるほど。こういう和傘なんですけども、和傘にはじゃあ2種類あるってことなんですか。はい、大きく分けるとやっぱり番傘と蛇の目傘が主流なんですけど、うん、その他にもいくつかありまして、踊りですね、日本舞踊で使うような、踊り用の傘とか、あと日傘とか、うん、本当にいろんな種類の傘があります。どういうきっかけで作るようになったんでしょうか。もともとは東京の方の、はい、システム系の会社であの SE をしておりまして、はいはいはい、はい、そちらの方でその10年ぐらいは勤務していたんですけど、ちょっとまあこの先の人生考えた時に、ずっとこの会社で働き続けるよりは、2つしたいなと思って、それがあの地方移住と、はいはい、あとものづくり、できればその伝統工芸に携わるものづくりっていうのがしたいと思いまして、うん、それで、まあ年齢的にも35になる前に転職したいっていうのもあったので会社を辞めて、でその後ふとなんとなくこう日本伝統に携わる職人の求人サイトっていうすごいマニアックな求人サイトが実はありまして、でそこで見てるとやっぱり伝統工芸品に関わる仕事が出てくるので、そこでちょっと何かいいのあるかなって見てた時に、この高木村であの地域おこしとして安島傘やりませんかっていうような募集を見かけまして、それで地方移住もできて伝統工芸品にも携われるんじゃないかっていうのがきっかけでこちらに来ることになりました。実際私が入った時にはあの先輩の協力隊で同じように安島傘をやってる人がいたので、うん、はい、その方からも教えていただきましたし、それ以外にもあの唯一村で残ってる菅沼商店さんという、うん、職人さんのところにお邪魔させていただいて、はい、あの貼ってるところを見させていただいたり、あとはあの保存活動されている安島傘の会という会もありまして、うん、そちらの方にも入って、皆さんの作られているところを見て勉強しました、うん、かつてはたくさんのその盛ん和傘を製作の盛んなとこだったんですか。はい、こちらの安島の中心としまして100軒以上の傘屋がありまして、1年間で30万本ぐらいの傘を作っていたっていうような話を聞いてます。
まあ、伝統を守るっていう意味ではなんか不安はなかったんですか？まあその楽観的なところもあったんですけど、もともと物を作るのも好きだったということもありますし、だいたいきっと昔の人もでっち奉公とかで行って修行してたらそのまま自然に職人になったりしてたので、はいはいはい、きっと時間をかけてあの数をこなせば作れるようにはなるんだろうなという変な自信はありました。で、まあ、実際もう何年になるんでしょうか？今4年目ですね。おいおいおい、そうするともうベテランの域に入る。まだまだ全然ペーペーであのできないところばっかりなんですけど。一番その苦労するところってのはどこなんでしょうか？どこもかしこも、いやどこもかしこも難しいですね。でもやっぱり一番最初につまずくのは天井張りっていうあのこの傘の中心部分の紙を貼るところがやっぱ一番難しいっていう言われているんですけど、やっぱそこが最初につまずきましたね。何か方法とかあるんでしょうか？東傘っていうのは、うん、この地域で江戸時代からずっと作られ続けている、はい、本当に地元に根付いた傘なので、なんとかこう作り続けて残していきたいとは思っているんですけど、やっぱそのためにはその傘を作って売れないと生活ができないので、やっぱあの売っていくことを増やせば、うん、また職人になろうって思ってくれる人も増えると思うので、なんとか、販売数を増やして多くの人に魅力を知ってもらって、それであの増やしていけたらなと思ってます。この東傘もしいいなと思ったらどこで手に入るんでしょうか？今は、その1軒だけ菅沼商店さんというところが、はい、販売していますので、お電話でお問い合わせいただいたりするか、あとはあの高木村のふるさと納税でも扱っておりますので、そちらで買っていただくことができます。そして何か告知があるってお聞きしたんですけども、はい、高木村の初月庵という、実はこれも江戸時代から残っているお茶室がありまして、同じく江戸時代から残っている東傘っていうものと合わせて初月庵という茶室で東傘の展示のイベントをしております。で、それは、はい、水谷さんの作品でもあるわけですね。そうです。で、あとは他にもあの東傘の会という保存活動されている会の方もお借りしまして、なんか多分総勢で30〜50本ぐらい傘が庭と茶室の中と飾られます。で、こういったイベントを通してあの東傘の PR してまして、こちらあの来年とかもやりますし、他にもあの飯田のお祭りとかそういったところでも傘展示を進めていっておりますので、もしあのご興味ある方、高木まで見に来てください。何か最後にアピールすることはありますでしょうか？アピール、はい、傘っていうとコウモリ傘、あの洋傘です ね、っていうのを皆さん普段使っていらっしゃるかと思うんですけど、和傘っていうのはやっぱりその洋傘に負けない魅力があると思ってます。それにあの知れば知るほど本当に昔の人ってなんてすごい考えて作ってるんだろうって本当に感動するので、ぜひぜひあのもしお近くに見る機会がありましたら和傘一度手に取ってじっくり見ていただければなと思います。今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。